逆合成解析は有機合成化学の多段階合成において目的とする化合物を得るための効率的な合成経路を決定する方法である。これは目的とする分子を単純な構造の線具体へと合理的に切り分けることによりなされる。最終的には同様な手法を繰り返すことにより、各々の,の線具体を入手用稲もしくは市販されている化合物へと導く。 イライアスコーリーはこの概念を彼の著書に記している。この逆合成によって得られる合成可能なルートは一つないしはそれ以上のものになる可能性があるが、その中でもより論理的かつ合理的な逆合成を行うことが重要である。逆合成の概念を容易に理解するための例を数に挙げた。フェニル酢酸の合成を計画するにあたって逆合成解析により二つの浸透。 すなわち、嗅覚的なくと、旧電子的な PHCH2 が考えられる。もちろん、これらの新ン,ンは、本質的には存在し得ないが、関連する合成等課体から得られるものと考える。このケースでは、シアニドアニオ音クの合成等課体であり、一方で、シューカベンジルが PHCH2 の合成等課体である。 逆合成解析により決定されたフェニル作酸の合成は次のようになる。phch2br なく p h c h 2 c n w p h c h 2 c n 2 h 2 o p h c h 2区、nh3 トランスフォームをもとにした戦略においては、より複雑なターゲット分子を単純な分子へと導くことが鍵となる。しかしながら、 様々なトランスフォームを経たとしても、複雑な構造の化合物からレトロンへと導かれるとは限らないことから、それを確立するために多工程が必要となる。中間体として可能性のある構造の構築、もしくは出発物質として可能性のある構造に注目した上で、ターゲット分子と組み合わせて考えられる戦略、逆合成における2方向での検索が可能となる。 一つ以上の独立した結合の切断もしくは相関関係にある結合の切断を明らかにすること。トポロジカルな戦略では鍵となる部分構造を認識したり定位反応を用いることへと導かれる可能性がある。多くのターゲット分子には異なった立体中心があり、その制御が要求される。立体科学的な戦略はこれら立体中心の 要素を取り除いたり移動させる、もしくは減少させることにより、ターゲットを単純化する。感能器に基づく戦略においては、ターゲットとなる分子の複雑さを顕著に減少させることが可能となる。コーリー、E.J. チェン、X.M. ザロジックオブケミカルシンセシス、ニューヨーク、ワイリー、ISBN0471115940、イライアスコーリーラ、チョ、丸岡ージ役、 有機合成のコンセプトゼン、1997年。ISBN 978から46億2104万3646。3, コーリー、EJ、レトロシンセティックシンキング、エッセンシャルズエグザンプルス。ケム、ソーク、レブ、17、111、133、ドイ、10.1039。 CS 九十八億八千百七十万百十一十点一零三九 CS 九十八億八千百七十万百十一。コーリーイーザロジックオブケミカルシンセシスマルチステップシンセシスオブコンプレックスカルバジェニック。マルキュールスアンクケム INT エド三十四百五十五。ドイ十点一零零二アニエ。 1>, 1億9910万455310.1002兄へ1億9910万4553ありがとうございます。